時代は戦国時代中期の元亀元年1570年、美濃制圧からわずか数年で畿内を平定し、室町幕府の将軍に足利義昭の擁立を成功させた織田信長は、天下布武の政策のもと周辺の大名や豪族を次々と侵入させ、従わない相手には圧倒的な武力を持って制圧を進めていた。海の重要性を熟知している信長は、一刻も早く若狭周辺の海を手に入れておきたいと考え、織田領に接する越前、若狭、丹後の三国を治める大名朝倉家の朝倉義景のもとへ、織田政権への侵入を促す上洛要請を幾度と行うも、国主であり伝統ある室町幕府の守護職であるプライドからか、下らせることはできなかった。ついに業を煮やした信長は、武を持って朝倉氏を従わせる行動に出る。朝倉家居城越前一条谷に向け快進撃を続ける織田軍であったが、思ってもみない事件が発生する。おお、愉快じゃ愉快じゃ。金ヶ崎も楽勝じゃったの。奥義を出すまでもなかったわい。一度でいいから見せてくだされ、その奥義とやらを。うるさい。お主がおると酒がまずくなるわい。光秀殿、鉄砲の世話ないぞ家臣に任せ。こちらに来て一緒に飲まぬか。拙者は酒は苦手での、鉄砲は常に手入れが必要でありゆえ、これだけ多くの鉄砲があると手伝わねば終わらぬでな。光秀、精が出るの。こやつに鉄砲を指南したのは何を隠そう、このわしじゃ。ははは。勝家殿、わしも一献いただこうかの。皆の者、本日の城攻略大義であった。殿、終着にございます。権六や皆の者が成した勝利じゃ。これで越前の国南部の敦賀は制圧となった。しかし若狭の海はいい、尾張の海とはまた違った風情を感じるも。よし、軍の船を作らせるぞ。船の名はそうじゃ吉報丸で、どうじゃ。北の海を甘く見てはなりませぬぞ。光秀、どうした。おお、そうか、美濃を追われた後しばらく越前におったのだったな。さよう。この時期の海は穏やかでございまするが、冬の海は一変しまする。荒れる高波と豪雪で幾度も難破や大破した船を見てきておりまする。で、あるか。船での商いや合戦は不向きであるかの。冬の荒れた海にもびくともしない船を作りたいものじゃ。信長、おひさ。おう、佐助、達者でおったか。おう、それより小谷城のお市から急ぎの書状を持ってきたぞ。おう、妹の市からか。見せてみよう。おお、見事に殿を描いておりますが、さすがわしのお市様じゃ。は、いつから柴田殿のお市様になったのです。うるさい。いつかなる時が来るんじゃい。ならおいらのお市様。くだらんガキの喧嘩はやめよ。市は浅井長政の正室じゃ。お主らには指一本触れさせん。絵師諏訪原博之様の画風にも見えまするが、ここにさりげなく超難問って書いておりまするぞ。気づくのが遅いわい。しかし戦勝祈願の類ではなさそうでの。兄弟で決めておることがある。一、画を送るときはその絵に描かれた人物に何か危険が迫っているときじゃと。サスケ、小谷で変わったことはなかったか。みんな甲冑来てこちらに向かって進軍してたぞ。織田の援軍ではないのか。まさに援軍じゃ。朝倉家にとってのな。見てみよ、この絵を。わしの背後を狙う長政が描かれておる。浅井家の裏切りを知らせる絵か。まさに長男もんってな。退却されるなら琵琶湖川を通るのが危険じゃ。少々山道にはなるが、わしが道案内いたすぞ。久秀頼むぞ。そうと決まればわしは今晩中に京へ向け退却を開始する。相手に気づかれぬよう久秀と数名の共回りでよい。他の者は明日以降で順次陣を払い退却をいたせ。おいらがしんがり軍を務めます。秀吉、よう申した。秀吉をしんがり軍とし、光秀は
得意の鉄砲隊で補佐を頼む。サスケは浅井軍の場所を調べ、織田大覚隊に報告をするのじゃ。わかったぜ。皆の者、生きて岐阜で会おうぞ。信長の妹お市の連絡で浅井長政の裏切りを知った信長は即座に撤退を選択。松永久秀の助けもあり、2日後には京に入った。新狩軍を務めた木下秀吉、明智光秀も朝倉軍の攻撃を必死でしのぎ、命からがら岐阜城まで撤退できたのだった。秀吉、光秀、新狩を用務めてくれた礼を申す。ありがたきお言葉。朝倉の追撃が手ぬるいのが救いでした。であるな。朝倉ソルテキがいた頃の朝倉軍であれば、こうマイリラン勝ったであろう。でじゃ、浅井が裏切った一件で一番の問題は何であると思うか。権六、言うてみよ。もうお市様とお会いすることができぬのかと。ははは、権六は二言目にはお市じゃの。確かにお市は心配ではある。じゃが、あの律儀な長政のこと、織田の人質といえど手は出すまい。光秀、お主ならこの先の展開を読めておろう。言うてみよ。はは、そうでございまするが、それがしが思うに、こたびの浅井の裏切りにより最大の問題点は、この美濃から京へつながる中山道沿いの狩安尾城、横山城、沢山城が浅井の城であることで、この岐阜から京へ行くには大きく迂回する東海道を選ばねばならぬこと。そしてこれまで琵琶湖を支配してきたのは浅井家。琵琶湖の活用も制限されるとなると、これまでのような軍事戦略が容易ではなくなった点かと。あともう一点、南近江で六角残党が浅井に便乗し立ち上がる可能性もあります。北近江ばかりに目を向けてもいられない状況かと。それじゃ、さすが光秀じゃ。わかったか、権六。はあ、ある程度は。光秀、ここまでわかっておるなら策を申してみよ。さすれば、まずは2万の軍勢で狩屋総城攻めを行い、浅井の出方を確認します。もし小谷から打って出てきた時は、この関ヶ原あたりまでおびき寄せ、決戦に臨めばよろしいかと。浅井が出てこないようなら、遠慮なく狩屋総城を落とし、続いて横山城攻めに向かいます。ここでも浅井が動かぬようなら、横山城を落とし、南の沢山城攻めをし、中山道確保を完了させ、ひとまずの問題は解消となります。浅井は朝倉に救援を求めるのではないか。さよう。浅井が動員できる兵数は多くて1万。朝倉の援軍の到着を待って決戦に臨んでくる可能性は非常に高いかと。しかし、あの低たらくな朝倉義景、まともに援軍など出さぬかもしれぬ。出せても近江までそれなりに時間はかかるであろうから、先手必勝。まずは急ぎ狩安を攻めを行うがよろしいかと。よし、光秀の策で行くとする。裏切った浅井を懲らしめてやりたいところじゃが、それよりも交通路の確保が優先じゃ。権六は森吉成と共に南近江から北上せよ。反抗する六角軍が現れたら全て潰してくるのじゃ。鬼柴田の恐ろしさを教えてやるわい。念のため三河の徳川家康にも援軍要請をかける。これは長秀頼んだぞ。はは。長政、落ち込むでない。これで良いのじゃ。六角との戦いで朝倉総敵殿にどれだけ助けられたと思っておる。ここで朝倉殿を見捨てていたら、それこそ無門の名折れぞ。わかっておる、わかっておるが、信長殿がこのまま黙っておるわけもない。何か手を打たねば。待っていても織田の大軍を防ぎきれる城はありませぬぞ。ここは先手を打って美濃に攻め込むのはどうか。一政、お主のような猛者がいるおかげで、わしは心強くなれるぞ。しかし、金ヶ崎城からも織田軍の隙のない撤退を見たであろう。浅井の裏切りを早くから見抜き、最小限の被害で軍を撤退させた。信長の機動力と統率力には、残念ながら、
豪族衆の集まりに我らでは到底太刀打ちできん。ならば急ぎ朝倉殿に援軍を要請し、地の利を知り尽くした北近江の地で決戦に挑みましょうぞ。朝倉義景殿にはわしから援軍を要請しておく。長政は急ぎ国衆を集め、信長との戦いに備えるのじゃ。父上、よろしく頼みまする。浅井長政が織田信長との決戦を覚悟した頃、すでに織田軍は動き出していた。織田信長を総大将に、丹羽長秀、稲葉一徹、木下秀吉など総勢1万5000の軍勢が岐阜城を立ち、関ヶ原を越え北近江の入り口を守る浅井の狩安尾城まで迫っていた。南近江からは柴田勝家を大将に、森義成、佐久間信盛、総勢5000が六角山東軍を潰しながら北上。当然ながらこの時朝倉への援軍要請の使者は一条谷に到達していない段階。決断したら即動く、この速度の違いが織田信長率いる織田軍の強さでもあった。信長様、秀吉どうした？竹塚半兵衛が狩安尾城の調略に成功しました。戦わずして退場ですぞ。半兵衛、さすがよの。どのようにして説得したのじゃ？簡単にございます。人のやることとは思えぬ信長様の残忍な城の落とし方をこと細かく説明したら、あっさり開けてくれました。なんと、秀吉も秀吉なら半兵衛も半兵衛じゃ。二人とも口から生まれてきたのじゃろうな。そういえば最近わしのことを第六天魔王と噂しておるやつもいるらしいが、さては逃げ足の速いやつめ。こうして織田信長本隊は戦わずして一つ目の狩屋総城を攻略、そのまま横山城を包囲します。南近江から北上する柴田勝家軍は六角山頭を倒しながら磯野一政がこもる沢山城の包囲を完了します。長政、もう信長は来たのか？そうです。総勢2万の軍勢で2つの市場を取り囲んでいるとのこと。これが信長です。我々が敵にした信長という男です。朝倉義景殿は援軍を出すと言うてくれたが、いつ近江に到達するかは全く読めん。うむむ、我が軍は総勢1万。まずは横山城の救出に向かうべきであるが、我らをおびき寄せる信長の罠やもしれぬ。どちらも現状ゆえ早々には落ちぬと思うが、兵糧攻めとなるともって1ヶ月か。信長、小谷城の浅井長政は朝倉の援軍を待っているようだ。え、あるか。長政はわしのことをよう知っておるでの。ここで待っていても出てこぬなら、腰抜け長政を拝みにでも行くか。長秀には5000を預けるゆえ、引き続き横山城の包囲を続けよう。お任せくだされ。よし、皆の者、小谷城に進軍じゃ。行くぞ。市場の救出に小谷城から出てくることを期待した信長であったが、朝倉軍の援軍が迫ってくることを知り、早めに小谷城から浅井長政を引きずり出す方向に出ます。信長本隊と柴田軍は小谷城から500メートルほどしか離れていない虎御瀬山に布陣すると、小谷城周辺の城下町に火を放ち、小谷城に発砲するなど、長政を小谷城からおびき出す作戦を取るも、それでも長政は動きませんでした。信長殿、ぼちぼち敵の援軍が到着する頃ですぞ。虎御瀬山では強撃を受けるとこちらの被害も大きいかと存ずる。一旦姉川を渡った先まで陣を下げられては。で、あるな。しかし織田には元老よの総攻めとなるとこちらもかなりの犠牲が伴うか。よし、横山城そばまで一旦引くとする。織田本隊は朝倉の援軍が到達する前に一旦虎御瀬山から横山城そばの辰ヶ花と呼ばれる小高い丘に移動。その頃三河の徳川家康率いる援軍が到達し、辰ヶ花で織田軍と合流したのです。待っておったぞ元康、いや家康に解消したのだったな。到着が遅れ、
誠に申し訳ありません。とうとうに進行に手こずっておりましたが、なんとか占領を完了いたし、こちらへ飛んでまいりました。ところで家康、その顔はどうしたのじゃ。特に変わりはないですが、何かすごい形相じゃぞ。さようですか。まあよい、とうとうに攻略はようやった。しかし武田信玄は駿河を奪ったとのこと。これで武田がどのように動くかが鍵になるぞ。そうなのです。毎晩武田の最強騎馬軍団が攻めてくる夢にうなされておりまする。ははは、今は武田との争いは避けるのじゃぞ。まもなく上杉謙信、北条氏政と我らで同盟が締結される手はずとなっておる。信長、ようやく浅井が動いたぞ。おお、動いたか。浅井軍1万、援軍朝倉軍は8000、王より山に布陣。ね、あるか。皆の者よいか。明日、浅井朝倉連合軍と決戦に臨む。丹羽長秀隊5000は、引き続き横山城の包囲を続けよう。徳川軍は西から、我が軍は東から姉川まで進軍し、相手の出方を見る。良いな。一方、大寄山の浅井朝倉陣営では、長政殿、8000の援軍でやってまいりましたぞ。かたじけない。だが朝倉義景殿は参られておらぬ様子。申し訳ござらぬ。当主が居城を離れるわけにはまいらぬと申しており、それが主が総大将として参った次第。元は越前に攻めかけた織田軍から義景殿をお助けするために浅井は味方したのだ。その織田軍、すなわち信長を倒せるこのような大事な決戦に参陣せぬとは誠に申し訳ござらぬ。殿、だからわしはあの時申したのじゃ。織田信長を裏切ってはならぬと、歴史にも残るであろう大決戦の援軍にたった8000しかよこさぬ朝倉であるのだぞ。見限るべきじゃったのだ。直常、景時殿の前でそれを申すな。よし、歴史にも残る大決戦になるのだな。それはそれで本望ではないか。北近江州の維持を信長殿に見せてやろう。直常、先鋒隊を頼むぞ。お任せあれ、信長の首を取ってまいるぞ。久の市はおるか。長政様、お呼びでしょうか。各市長に我からの書状を急ぎ届けてほしい。そこに書かれた通りに動くのだと。わかりました、行ってまいりますね。元亀元年1570年6月の28日早朝、いよいよ決戦の日を迎えた。織田徳川連合軍は近江の国の野村と呼ばれる地に向けて進軍。対する浅井朝倉連合軍も大寄山を下り、信長の待つ南へ進軍し、両軍は姉川を挟む形で布陣します。織田軍は総勢15000、柴田勝家、木下秀吉、森吉成、その後方に信長の本陣を配置。徳川軍は総勢5000、榊原康政、酒井忠次、小笠原長忠、本多忠勝、その後方に家康の本陣を配置。稲葉一徹は徳川軍の援軍として配置させます。一方の浅井朝倉連合軍側は、織田軍に対して浅井軍が、徳川軍に対して朝倉軍が対峙し、浅井軍総勢1万は浅井長政を総大将に、最前線には暴将で知られた遠藤直常を配置。朝倉軍総勢8000は朝倉景武を総大将に、魚鱗の陣形で布陣。両軍睨み合う中、浅井軍の先鋒遠藤直常隊の鉄砲射撃で合戦が始まった。浅井家家臣遠藤桐右衛門直常、いざ押してまいる。士気の高い直常隊が姉川を渡ると、柴田勝家隊に突撃。鬼柴田と呼ばれる勝家隊を押していきます。くそ、これ以上直常の進軍を許すな。これはいかん。柴田殿、はよ権力武装を発動してくだされ。うるさい。直常隊に続き、浅井軍が進軍を開始し、木下秀吉隊、森吉成隊も押され始め、織田軍の隊列は徐々に崩れ始めます。一方、徳川軍と朝倉軍も鉄砲射撃を合図に、
利根川を挟んで一進一退の攻防となるも、数で劣る徳川軍は徐々に押されていきます。大規模な合戦経験が少ない家康でしたが、今川の人質時代に大元節祭に学んだ劣勢側の軍法を思い出し、全軍少し後退せよ、敵軍に姉川を渡らせるのだ。榊原康政隊は敵の左側から側面攻撃せよ。稲葉一徹どもの部隊は敵の右からの奇襲をお願いしたい。わかったぞ。家康の作戦が見事に成功し、勇んで姉川を渡り徳川軍に攻めかける朝倉軍の両脇から榊原康政隊と稲葉一徹隊が奇襲に成功し、優勢だった朝倉軍は一気に劣勢となり、渡った姉川が障害となり引くに引けない状態となります。一方、織田陣営は遠藤直常の突撃を食い止めるも徐々に押され、いよいよ信長本陣まで迫っていた。これはいかん、信長殿が危うい。この状況を知った横山城を包囲する丹羽長秀隊は急ぎ救援に戦場へ駆けつけ、遠藤隊に猛攻を仕掛け、織田軍の士気回復に成功させます。徳川軍の側面奇襲で劣勢となっていた朝倉軍はついに総崩れとなります。やはり農民軍団ではこの戦いは荷が重かったの。ここまでじゃな、全軍退却せよ。総崩れとなった朝倉軍を見た朝倉軍の総大将影武は、合戦が始まって数時間も経てないうちに撤退をしてしまいます。朝倉軍が撤退していきますわ。何、もう少しこらえてもらえれば。くの一、地上の方は。はい、現在こちらに向かっておりますわ。長政にとって朝倉軍の早期撤退は予定外ではあったが、小谷城の市場である沢山城の磯野一政、横山城の三田村国貞に出撃をさせ、織田徳川連合軍を攻撃する作戦を秘策としていた。長政からの書状で信長本陣の奇襲を聞いていた磯野一政は2000の兵で早朝に沢山城を立ち、野村の地に向けて進軍していた。信長、やばい、後方から浅井の新手が来たぞ。なんと、急ぎ稲葉の部隊を引き返すように伝えてくれ。家康には全軍で浅井の側面を攻撃するように伝えるのじゃ。了解だぜ。さっさなりまさ、おるか。は、秀吉隊に伝えよ。急ぎ、我が陣の救援に向かうように。承知。後方から敵襲が来ることを知った信長は急ぎ指令を出すと、攻撃隊の迎撃態勢に入ります。信長の本陣が見えたぞ、皆の者、突撃じゃ。数で劣る信長本隊ですが、屈強な信長親衛隊は強く、豪遊で知られる磯野一政隊も切り崩しに手間取る中、稲葉一徹隊、木下秀吉隊が救援に駆けつけ、一気に浅井攻撃隊を跳ね返します。なんと、磯野殿の部隊でもダメか。こうなったら単身信長の首を取るまで。負けを悟った浅井の猛将遠藤直常は兜や旗を捨て、落ちていた浅井軍の首を持つと織田兵になりすまし、首実験を頼むと声を上げ、信長本陣に単身で駆け寄ります。信長の陣まであと少しと迫った時、あの者、浅井軍の武将遠藤直常だ、急ぎ取り押さえろ。竹中半兵衛は斎藤辰興に歯向かい美濃を追われた後、しばらく近江で暮らしており、遠藤直常のことも知っていたのだ。くそ、あと少し及ばずか。捕らえられた直常は即座に討ち取られてしまいます。遠藤直常殿が討ち死にとのこと。なんと、直常が討ち死にか。これ以上浅井の重臣を死なせるわけにはまいらぬ。ここまでだな、全軍織田にまで退却せよ。遠藤直常の討ち死にを聞いた浅井長政は全軍に織田城への撤退を指示し、織田徳川軍の猛烈な追撃を振り切り、なんとか織田城に帰還し、籠城戦に備え城を固めます。信長殿、このまま一気に織田城を落としましょうぞ。いや、あの堅牢な織田城じゃ、こちらの被害もそれなりに出てるぜ。また時期を見て行うとする。わかりました。よし、皆の者、織田徳川連合軍の大勝利じゃ。勝ち時をあげよ。こうして織田信長と浅井長政の最初の決戦となった姉川の戦いは、両軍負傷者を多く出すも、最終的には援軍の質によって勝敗がついた結果となった。
信長はその後横山城を開城させると、木下秀吉、竹中半兵衛を入城させ、北近江の監視と中山道の整備を行わせます。孤立する状態となった沢山城の城主磯野一正は信長からの説得に応じ降伏。沢山城には丹羽長秀を配置し、一番の目的であった岐阜城から京への動線回復が完了します。多くの重臣を失った浅井長政ではあったが、姉川の戦いがきっかけで本願寺、武田、畠山らが織田に対抗する兵を挙げた信長包囲網が形成され、浅井家もその一翼を担い信長を苦しめていくことになるのです。ここまでご視聴ありがとうございました。生きるか死ぬかの合戦を誰も好んでやってはいませんでした。しかし戦をしなければならなかった理由がそこにはあり、どうすれば勝てるのかを考え実践し成功した結果を知ることで、当時の戦国大名の人となりや考え方も見えてくるのではと思います。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。